この動画では鎌倉時代の文学史を見ていくんだけど、時代は平安から鎌倉に移りますね。で、このちょうど境のところ、ここで争いが起こっています。源平合戦っていうやつで、源氏対平氏の戦いですね。世の中は戦いの世界になってしまったわけです。そうすると、そんな世の中で大丈夫かな私たちの生活大丈夫かなっていうふうに不安になる人が出てきます。 そうするととある考え方が広がっていくんですね。これ何が広がっていくかっていうと無常観です。仏教の無常観が広が広っていきますでは鎌倉時代に生まれた文学作品を見ていきましょう。まずは新古今和和歌歌集集という和歌集がれます。これは8番目にあたる直線集で編纂した人に藤原の定家という人がいます。 まあ一人でやったわけじゃないんだけど、そのうちの一人が定家ということですね。藤原定家はこの時代に活躍した有名な歌人で、百人一首を編んだ人としても有名ですね。はい。そして、北条記という作品が生まれます。この北条記は随筆の一つで、書いた人、鴨の長明という人です。鴨の 長命？で、この人はもう出家していて、世間から離れたところで暮らしていました。で、この作品の中には京都で実際に起こった災害のレポートが書かれているんですね。この方、丈記の冒頭の文章を読んでみると、行く。川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、淀みに浮かぶ。歌方は？ かつ消えかつ結びて久しくとどまりたる試しなしこういう文章ですでこれ現代語訳してみると流れる川の流れは途絶えることがなくで流れた水は元の元あった水ではもうないとで川の淀みに浮かんでいる歌方はこれ水の泡のことですねこれは一方では消えたり一方では出来上がったり でしていて長い間そのままの状態でとどまっているということはない。まあすべてのものは移り変わっていくっていうことを表している文章なのね。これはまさに無常感を表しています。包丁期は無常感の考え方がよく反映されたそういう作品です。さらにもう2つ作品を見ていくんだけど、まあこのあたりで文学の作り手が 貴族から武士やお坊さんに移ってきます。だんだん一般の人たちにも楽しまれるようになってきました「平家物語」という作品を見ましょうこれは兵士が滅びるまでのお話でした、ね、それからどうやって広まっていったかどうやって楽しまれたかっていうと琵琶法師と呼ばれる人たちが琵琶の楽器を使って弾き語る形で広まっていましたねはいそして「つれづれ草」 これも随筆で、さっきの北条記よりは後にできた作品なんですけど、これ作者は健康法師という人です。健康法師は法師ってあるようにお坊さんですよね。はい。鎌倉時代の文学史のポイントとしては、無常感っていうのが反映されているっていうのを覚えておいてください。 この時代にできた作品としては、直線衆の新古今和歌集。それから、随筆の北条記。書いた人は、鴨の兆名です。そして、平家物語。最後に、つれずれ草。書いた人は、健康法師。これも随筆ですね。